あんたさ、戻ったら髪の毛どうにかしないわ。そんなんで店に出たら目立ってしょうがないもん。トウカちゃん、僕はアンテイクには戻らないよ。何それ。僕は青霧に入る。金木くん、恋人とかいないの？いないです。トウカさんはどうなの？彼女はちょっと怖いから。トウカちゃん、僕のせいだね。ごめん。なんで？そう。頑張ってね。彼氏さんと同じ大学。バカ、あいつは彼氏なんかじゃん。僕は、トウカちゃんが死んじゃったら悲しいよ。あ、そう。で、どの子だよ、例の可愛い子。ほら、早く白状しちまえよ。あの子だろ。どうかちゃん、どっかでまた本でも読んでるんじゃないかな。だからきっと大丈夫だ。一人で行きます。嫌、もう嫌なの。もうとても。君はトウカちゃんのたった一人の弟だ。殺せない。先輩、トウカちゃんを店長と話したい。アンテイクに戻ってこい。僕の大事な人を奪われたくない。だから強くならなきゃいけないんだ。だから起きる。僕は君が一人にならなければそれでいいんだ。お前なんかアンテイクに帰ってくるな。なんで、なんで、どうか。